はい、こんにちは。こんなこです。今回は、聖小納言、マカのノ創始より私の好きなシーン、参戦を紹介したいと思います。ネタバレを含みます。ネタバレなしの動画も上げています。説明欄にリンクを貼っておきますので、魅力の方はそちらをご覧ください。さて、マカのノ創始。平安時代のカルチャーの最先端になった聖小納言が、意図おかしな出来事を釣った本書。 1000年前に生きた人の生に近い声が知れるという意味ではね、歴史的にも超一級な資料かと思います。まあ、いろんな意味で、神聖の陽キャである彼女が綴った数々の言葉やエピソード。そしてね、思い。本当にね、面白いものたくさんあるんですが、その中はね、特に私がお気に入りのもの。3つ紹介したいと思います。1つ目は、第2弾。ろは正月。3月、4月、5月。 7, 8, 9月、11, 2月です。私ね、ここ好きなんですよ。もう第2弾から、聖書なものね、陽キャップりそして、私ってセンスいいでしょ感が伝わってくる。まずね、書き方が面白いですよね。正月、3月、4月、5月、7月、8月、9月、11月、12月と書けばいいところを、7, 8, 9月、11, 2月ですよ。 ま口ずさむとなんか歌みたいですよね。まあ、ちょっと面白い書き方しようっていう清少納言の心の声が聞こえてくるようです。まあ、そして、ちゃっかり2月、6月、10月は外しているあたりも面白い。この次はね、なんか嫌なことでもあるんでしょうかね。まあ、マカンの奏者にはね、こういうね、ちょっとね、ノリが軽めな部分がたくさんあるんですよ。宮廷に使える事務官が女性たちがね、いる部屋に入ってくるのを戸惑っていうのを笑って そこまでやったんなら入ってくればいいのに、かっこわら、みたいな表現をしたりする。このね、軽めで、ちょっとね、高びしゃなノリの良さが、マカオの奏者のね、大きな魅力の一つだと思うんですよね。二つ目も、聖小納言の隠す気のない自慢げな様がよく出ているシーンです。二つ目は、男たちが聖小納言の読んだ句を、扇に書いて持ち歩いている話を聞いて、やれやれと呆れるシーンですね。 いや、これ、もう絶対漫才でもないでしょう。NHK 大河、光る君では、犯人のね、金田さんが演じている、藤原のターノブ。聖、ま、昌、あ、納言とも、年号のね、中だった彼の発案で、ちょっとした意地悪もね、兼ねてでしょう。男たちみんなで考えた句を聖少納言に送りつけ、どう返事をしてくるのか、寝踏みをしようとするんです。そしたら、聖少納言が書いてきた句が、まあ、素晴らしいのなんの。 これにはね、北旗人の頼むも,も感動。聖書納言の元夫、すりのすけのりみつも元夫として鼻が高いと大満足。もさらには、帝の耳にも入ったようで、帝からは中部貞子に、男たちはみんな聖書納言の句を大儀に書いて持ち歩いてるようですよ。という始末。まあ、聖書納言はね、それをね、貞子から聞いて、 なんと大げさなと呆れたみたいなことをマカアノソシには書いているんですが、はい、もうこれ絶対自慢ですよね。マカアノソシにはね、この手の聖小ナゴン自慢エピソードもたくさんあります。正直ね、結構ね、鼻につくものもあるんですが、いつもにかね、それが読んでいて心地よくなっていくんですね。さて、三つ目ですが、サダコの兄、コレチカには潮らしい態度を見せて遠慮もする聖小ナゴンです。 いやね、ほんとね、これ面白いんですよ。基本的には誰に対しても自信ありげなね、様子を隠さない清少納言。主である貞子に対しても、もちろんね、強い尊敬の念はありつつも、深いね、信頼があるゆえの愛のあるいじりみたいな文章をね、書くときもあります。しかし、貞子のあり、俺ちかそして、貞子の父である道隆だけはもうね、別格。もう文章上でもいじったりなんか絶対しない。 恐れ多く、ただただ、敬う。他の男性たちとの扱いが、このね、不思に対してだけは全然違って、そのね、ギャップが本当に面白いんですよね。ちなみに、サラこの、弟、高い絵に関しては、暗に、歌をパクった、としていじったりしています。このね、清ががしいまでに、露骨な態度の違いが、文章上にはっきりと現れているのが、一周回ってね、本当魅力的なんですよね。ということで、今回は、 聖書なご、ノの装シより、私の好きなシーン、3選を紹介しました。ぜひね、皆さんも、私はこのシーンが好きみたいなのがあれば、コメントいただければ幸いです。と、このように、このチャンネルでは毎日、一回、読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。